皆さんこんにちは。ガオガエンのレベルアップボス25いきます。編成はレベル1からずっとこのままです。ノーアイテム、タイプです。メガ進化、タイプです。タイプです。お邪魔はギガブロック。タイプです。失敗。タイプです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 。3点残し。一応ノーアイテムでいけましたけど、結構スコア高いので、手数プラス5、場合によってはパワーアップも検討した方がいいかもしれません。25クリアでメガスキルアップ1個。ガオガエンはレベルの19ぐらいで捕獲済みで、今25クリアしたので次のボスはレベル50です。なのでこの26からはお試し15分使って進めていきますと申し上げましたが、今冬休み中で年末年始休暇中で少しやる時間もありますし、ストックライフもカンスト近くになってますので、無限15分は使わずに通常ライフとストックライフでレベル50まで来ました。なのでコインが回復している通り、無限15分はメイン37のニャースで使いました。では50いきましょう。編成はもうこのままです。多分ね、50、75、100アイテム使わないと厳しいような気がするんですよね。まずノーアイテム。25は岩ブロックだったんでいいんですけど、バリアなんですよね、こっちは。メガ進化はした。いかにタイプレスからの大コモが決まるかですよね。あー残念。タイプレスからのコモは見込めない。落ちてくるかな。タイプレス落ちてきた。お邪魔はバリア。真ん中の方に出されないだけまだいいですけどね。タイプです。はい、この位置嫌ですね。こういう時は本当に、まあ、来週からは使えますけど、色違いのメガリザーの X の指定消去があれば上タッチしてバリア解除できますんで、メガリザーの Y の方だと縦ジグザグのランダムなので、必ずしも決まった位置消してくれるとは限りませんのでね。あ、これ困ったな。バリア解除するにしてもタイプレスは失敗。ほっとくわけにもいかないですからね。タイプレス、
はい、よし、失敗。ほな、真ん中。真ん中に今横を一列に出してきましたけど、その2点タッチで全部消えますからね。これなかなかスコアありますね。タイプレス、もう少しタイプレスが決まってればノーアイテムでいけなくはなさそうですけど、決まらなきゃ厳しいですね。これはね、手数プラス5使っていけるかどうかもちょっと怪しいので、もうパワーアップ使っちゃいますね。半分以上は削れてるんでパワーアップあれば大丈夫だと思います。心配なら手数プラス5も保険で入れておきましょう。ではパワーアップでもう一回。タイプです、メガ進化。タイプです、これですよ、この大コンボ。タイプです、タイプです。あ、ちょっと過剰でしたね、こうやって今度は。手数プラス5でもいいかもしれませんけど、手数プラス5で800コインですよね。でそれを4回もし失敗して挑戦した場合はもうそれで3200コイン、パワーアップのアイテム代超えますので、手数プラス5で3回までだったら一応パワーアップ使うよりは得ですよね。判断迷うところです、どうすべきか。1回目の結果を見た限りですとパワーアップ使った方がいいかなと思いましたけれども、2回目の結果を見る限りですと、今のアイテムパワーアップ使った結果を見る限りですと、いや手数プラス5でもしくはノーアイテムでもいけたんじゃないかなという気はします。スキルチェンジ1個、あ、そっか、50でスキルチェンジですね。すいません、100だと思ってました。とりあえずここまではやっておきたいですね。スキルチェンジは現状レベルアップ、あと一部ミッションカードとかトレーナーランクでももらえますけれども、トレーナーランクとかミッションカードの方は受け取ったらもうそれ以降はもらえませんので、そうするともうレベルアップでしか手に入りません。で比較的レベルアップの前半の方にスキルチェンジは報酬ありますので、そこまでを最低ラインとして、まあ、いつも申し上げてはいますけれども、そこまでは最低やるぐらいの感じでいいと思います。あとはコイン、それから手持ちの戦力と相談していけるところまでいくと。で今50台パワーアップ使いましたので、多分75歩と100もパワーアップ必要なぐらいの難易度だと思うんですよ。で報酬がマックスレベルアップ1個、メガスキルアップ1個、110、120も1個ずつ、そんな大して良くないんですよね。あ、やばい、 3DS の電源切れそう。ランキングの時もそれ切れたんだ。はい、今充電器刺しましたけれども、なので、まあ、同じレベルアップでも結構そのイベントポケモンによって、その時のレベルアップのポケモンによって報酬が非常に良かったり悪かったりしますので、それも含めてどこまで進めるかっていうのは考えた方がいいですね。75、100、110、120全部パワーアップ使ったとしても1個ずつしか手に入らない。マギアナの場合は、前回やったマギアナの場合は60、70、80、90とレベル10要機にマックスレベルアップ1個、2個、3個、4個で全部10個手に入ったんですよね。でも全部パワーアップ手数プラス5、まあ、レベル90はたまたまノーアイテムでいけましたけども、60、70、80はパワーアップ手数プラス5でいけましたので、やっぱマギアナは報酬がいいっていう風に言えると思うんですよ。このガオガヤは正直悪いと思いますので、正直50で止めてもいいぐらいだと思います。まだ私はコイン今9万3000ありますし、イベントポケモンも全部捕獲サファリ以外はしてますので、週末に明日が控えてあるっていうことを考えれば、まあ、75と100も一応やっておこうかなというふうには考えています。というわけでスキルチェンジ手に入りましたので、一旦動画はここで
終了して75、100、別の動画で用意します。ではご覧いただきましてありがとうございました。